おい、ヒカキン。ヒカキン。いやー、ヒカキンが謝罪。大反響だった鬼ごっこ動画を非公開へ。不正疑惑の声でミス発覚。ヒカキンは言葉を失いました。いやさ、担当直入に言うけど、これさ、ヒカキンが別に謝らなくてもいいことだよね。ただ、やはり、この、 ヒカキンの YouTube っていうのは、ヒカキンがもう最重要責任者だと思うから、は、まあ、責任を取った形というか、えー、その中での謝罪だと思うんだけど、このヒカキンの謝罪の動画、えー、もうすでに300万再生ぐらいされてんだよね。で、思うことは、 えー、その不正疑惑、不正って言われてたことに対して、ヒカキンは全く関与してないんだよね。全く関与してないんだけど、うん一番悪いのは、そこに携わった、その動画を作った、まあ、ある一部のスタッフさんだと思うんだけど、この謝罪してる動画、実際に も見たんだけど非常にこう、まあ、謝罪動画だから台本ないと思うんだけどスラ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 とその2ヶ月前の動画の経緯とかその時の状況とか本当にに事細かく落ち着いて語っていて謝罪してるんだよね。まずそれに対してすごくこの人はやっぱり誠実だなと思ったし。 何、あのー、ていうのかなやっぱその中にもやっぱ真面目っていうのもあったしその言葉一つ一つの、えー、にとってもあの本当に誠意を持って、あのー、謝罪してるというかそういうふうにこう映ったねでやっぱりヒカキンってうんその10年以上前から YouTube 始めていわゆる古参なんだよね YouTuber にとっては。 で、その濃さの中でずーっとやってきて、このヒカキンの動画にもあったけど、その、この10年間、一点の曇りもなく、清く、えー、活動してきましたみたいなこと言ったよね。でも本当それって、その言葉の通りだと思う。うん。で、ヒカキンの YouTube ってやっぱり世の中に影響ある YouTube だと思ってるし、チャンネルだと思ってるし、やはり影響力ってすごいんだよね、ヒカキンの YouTube って。だから、 ここううやってて早くこう対応して2ヶ月前の動画だったんだけどえー動画を通して謝罪したしみんなに対して頭を下げたんだよねでもこれって誰一人迷惑かかってないんだよねまあ迷惑かかってるとすればその告発した人だよねそんなことチクチクね告発,告発した人であとそのえー まあ多分おそらく迷惑してる人はいないと思うもう本当に迷惑したのは本当に非課金当事者だと思ううんで何だろうなそのこの企画って鬼金軍団から逃げ切れた100万円ということであのすごいお金かかってる、えー、の企画で,で場所も富士急ハイランド貸し切ってやってたし でこれって当日リアルタイムで視聴している人数が最大28万人を超えたっていうねで YouTube の急上昇ランキングも1位を獲得する超大反響な、えー、動画だったんだよねで YouTuber ってあのまあ俺もね YouTube やってて YouTuber の端くれの本当にあの回の回の回の方だと思ってて本当に底辺だと思ってて底辺 YouTuber だと思うんだけど YouTube って一番悔しいのって えー、自分が企画した動画で自分が携わった動画が何らかの影響でボツになること非公開になること、うん、それがめちゃくちゃ悔しいんだよねで俺もそういった経験あるし本当に涙出るんだよでそれぐらい俺なんかがそういった状態に落ちるってことは このトップユーチューバーもトップオブユーチューバーのキングオブユーチューバーのヒカルが、あ、ヒカルじゃない、ごめん、ヒカルじゃない、ヒカルじゃない、うん。あのヒカキンがうーん、相当悔しかったろうなと思った。で、その、ヒカルの動画にもあったけど、もヒカキンさん、自分のあ Zoom の,の中で泣いたんですよって言ってたけど、本当に泣いたんだと思う。で、本当に悔しかったと思う。うん。で、 ね、本当にこの動画でその動画は没になったし不正疑惑ってこうやってネットニュースに載ってるぐらいなんだけどこれまたねヒカキンさんの自分自身の,そのヒカキンという YouTuber ヒカキンという人間性これ株が上がったんじゃないかなというふうに思うねすごく。うんでその何て言うんですかね事の,の経緯の,その何が悪かったかっていうとその10分間逃げ切れば。 あとその,なん10分間その10分間の延長が突然行われてその10分間の延長が結局え100万円を獲得する人の人数を少なくするために10分間延長したんじゃないかなというふうにえ告発した人は告発したんだけどでもその10分間ってやっぱりアクシデントがあったりとか体調不良が出たりとかであのその10分間が止まったみたいなんだけどでもその10分間の対応も素晴らしくて。 えー、そういった大きな企画の中に医療スタッフとかも、あのー、準備していてちゃんと,、えー、と医療スタッフが携わった上での10分間の中断だったみたいなん,だよねうんでねでここが一番その悔しいというか残念だったのがヒカキンの、えー、と持っている意見と政策サイドの持っている意見が、えー、リンクしなかったことそしてそれが えー、うまくキャッチボールできてなかったっていうそのだから一番は制作スタッフの方に非があると思うんだけど、うん、だからやっぱりその言葉のキャッチボールとかいや実際その社会でもあると思うんだけど何々さんこれやっといてねって言ったことに対してこちらがはい分かりましたっつって実際、えー、やってねって言ったことができてなかったとかにね、その日本語ってやっぱり言葉の,その難しさというかあやというかあのやっぱりその コミュニケーション取るのって本当に難しいんだよねうんだからそのそういったあのちょっとしたところがこの不正疑惑のミス発覚みたいなところにつながったんじゃないかなと思うんだけどヒカキン自身は本当にねその動画見て見た人わかると思うんだけど深々と YouTuber らしくね,こうねあの頭下げてそこからやはりその ねえ300万人以上見られてるチャンネルだから、ね、えたくさんの人に見られると思うんだけど一人の人間がああいった恋をあの公に出すっていうのは本当に嫌だししたくないよねでもヒカキって、えー、そういった素振りもせずにいやここでちゃんと謝罪しとかないとダメだっていう考えで謝罪したと思うし本当にこう一つの。 あの一つというか一人の人間一人の男として,あ一,して一人のユーチューバーとしてあのなんか尊敬できるというか素晴らしい人間性だなというふうに思いましたね。別にヒカキンに悪いわけじゃないんだけどなというところはめちゃくちゃ思いました。うんうん、だからやっぱりこのユーチューバーって言われてるその今ね職業になりたいランキングが1位とか。 あとはその TikToker とかねそういった SNS に、えー、関してあの活躍していく人がねあの世にはいっぱいいるんだけど小さい子もねそれをうんと自分の夢としてやってる思っているって子が多いからねやっぱり今後ねこういった子自分が世に出る自分が被写体となって世に出るっていった職業っていうのも。 一つやっぱりこのね、発言とかうーん、その、なんていうんですか、その、皆さんにこう伝えたいようなその意思とかね、そういったのもやっぱりちょっと一つ一つ気をつけていかなきゃいけないかなっていうのは思うね。やっぱ影響力ある人だしね。で、それってやっぱりその YouTuber だけじゃなくても、あの、一人一人言えることで、 あの言葉の使い方とか言葉の使い方とかやっぱりうまく伝えられないっていうのがほとんどだと思うからやっぱりそこにはやっぱりちゃんとしたその熱意というか情熱というか、うんうん、意識というか、うん、そういったものをしっかりと,、えー、と思いながらやっぱりコミュニケーションとか対人関係していかないと、うん、まあこのようなことじゃないけれども、まあ、ミスにつながっていくっていうところはあるかなというふうに思いました。 うんだから今回はねおいヒカキンあの落ち込むことないと思うしうんまあ、別にね自分があのやったわけじゃないんだけどうんでも多分おそらくそのミスした制作側のスタッフにも多分ヒカキンさんはおいこのやること何やってんだよみたいな感じで多分怒ってないと思ううんこの人すげえ人できた人だなっていう風に思ったね。 あの最近10年ぐらい前の初出しの YouTuber としての動画の,あのヒューマンビートボックスの動画を見たけどあれからね時が経って今や本当にキングオブ y o u t u b e になってるけど本当にね YouTube 立ち上げの頃からやってきた人だからなんかそういった今回みたいな。 つつらきといいうか、あのー、あれは見たくないねやっぱりね本当にこれからなんかちょっとヒカキンさん大丈夫かなっていうふうには思うねあのー、確かにこう,こういう人だからあのー、やっぱり責任めちゃくちゃ感じると思うし今後の活動どうしようかなって考えると思うんだけどやっぱりまあちょっと切り替えてもらっていつものヒカキン TV みたいなうんあとはね税金があのー 助けててあげてとかね、うん、やっぱりこうヒカキンをこう支持する人って世の中多いと思うから、うん、ヒカキンさんは一人じゃないよって言ったところをね、あのー、思ってもらってあの今後また YouTube 活動そしてあの楽しい動画を上げてもらいたいなというふうに思いました、ね、おいヒカキンお前は悪くないぞ、うん、逆にお前はすごく誠実でいい男だと。 俺は分かったぞ。な。ブブン、ハロー YouTube!